よろしくお願いします。毎度です。また日の井さんが来てます。はい、ありがとうございました。どうもどうも。で、今日はスマホで流行ってる動くスタンプを作りたいんですけど、他にはその生放送でも使えそうなアニメーションとか どうですか。作り方を説明してくれてるのがあったんで、あ、こういう環境をと、あの、新規で作るならこういう環境で、あの、用意して、まあ、書いていくんですよっていうのを見たんですけど、それを見ながらね、やってはいるんですが。そうですね。じゃあ今日はクリップスタジオペイントのアニメーション機能を使いたいんですけど、その前に何のキャラクターとどういうスタンプを作るか、ちょっと一緒に決めてもいいですか？そうですね。キャラクターとその、あの、一番よく使われてる、まあ、使い役に立ちそうなスタンプはその、うん、OK とか NG とか、うん、お疲れ様とか的なスタンプなんだけど、うん、日野井さんは何がいいですか？そうだな、豚が振り向く、 いつもドキドキ動画に現れてるキャラクター、振り向いて何かセリフとか入れます。だいたい、あの、無表情な豚なんで、いつも書くやつが、うん、何言わせてもいいんじゃないかなって。そうね、キャラは決まっていると動きは振り向く、うん、それが多分一番簡単にみんな真似して自分のスタンプが作れそうですね。そうですね、 4、5枚書けば大丈夫かなってぐらいですけど。いいですね。ハワイぐらいにいいですかね。なんとなくメッセージアプリでスタンプは返事として使ってる。うん、挨拶よりもいいねいいねいいねでもいいかもしれない。じゃあクリップスタジオ見て新規カンバス作りましょうか。はいはい。じゃあファイルの新規解像度とか大きさとか、プリセットの方でアニメーションスタンプちっちゃ。そうですね、この320、270、これでいいみたいですよ。 OK。じゃあ最初はどういう風に書きますか？じゃあラフを書いていくんですけど、ラストの絵から書いちゃいましょうか。なるほど、それは一番長く画面に映ってるポーズらしい。だいたい締める範囲がまあこれくらいにしておけば、うん、ここら辺にセリフでも入れられるでしょうから。ポーズとしてそれが豚さんの全体かバストアップとか、まあ、座って背中を向けてって振り向いた後、こんな感じですね。うん、じゃあ最初はキャラクターのあたりを取ってで、ラフなのでちょっと見やすいために青を使ってますね。そうですね。じゃあ今回のアニメーションは体はそんなに動かないで、だいたい頭が、ね、振り向く感じ。ん、あ、ここがの境界点か。あ、じゃあ選択ツール使って小さくしましょうか。かわいいですね、耳の先端に尖った形歯と髪あれ、豚さんの髪が伸びた気がするまあその時々に応じてボリュームを変えても全然コロナウイルスで床屋さんに行けなくて伸びちゃったのかな、うん、今のワコムシンティックは回しにくいので、クリップスタジオのツールでカンバスを回転しましたね。やっぱり振り向きっていう動きはすごい、やり方覚えたらいろんなところで使えますね。アニメーションのオープニングとか。そう。じゃあ今回もその動向の代わりにハイライトを使って目線。そうですね、ハイライトの位置で、ね、目線をコントロールしたりするんで、まあ、特にスタンプだし小さく書かなきゃいけないから、動向もハイライトも多分そんなディテール見せられないんですね、うん、スタンプだしパッと見て分かりやすい方がいいですね。色数も少ない方がいいみたいですね。かわいい。まあ色塗る段階でこれは、ね、赤とかピンクに塗っときゃ、うんうん、でまあラフ最後のポーズのラフがここまでできて、ここになんかセリフを入れるとしたら何にしましょう？何か英語にしますか？うん、そうですね。じゃあ Long time no see はどうですか？久しぶり
みんな結構お家にいなきゃいけないからLong time no see は使えそうな、いいですね。実際あのサンプリングするときこの文字とね、あのキャラを別のレイヤーにして振り向いた後にこの Long time no see が出てくるようにタイムラインでいじれば、うん、そうですね。ナイトテーブルを使ってフレーム6見ながら新しいレイヤーを作るか、フレーム6の体だけコピーして1を1の頭0から書くとか。じゃあライトテーブル機能でいきましょうか。そうですね。1をクリックして、でその6枚のチェックマーク入れたら、はい、右上に3つのボタンがあるんだけど真ん中のボタン、はい、そうするとライトテーブルになりました。なりました。違う色にしましょう。そのピンクとかレイヤーカラーを変更して、これをピンクとか。ピンク。じゃあ6枚目をライトテーブル機能を使って下から見えてる状況になってるんですけど、1はどういう風に書きますか？完全に後ろを向いてるポーズですよね。体も少し どれくらい同じ風に書きますか？そうだな、完全に動かないように、まあん、いや少し動きますね、体。だから中割りが発生するんかな、この場合は。まあ、尻尾で言うと、ここら辺。で、こういうところで、多分私だったらトレースしたくなりますが、うん、こういうのがトレースしない方がいいですかね。まあ、ものによるんでしょうけどね。じゃあ、最後にカメラを向いてるように。なるんですけど、フレーム1の段階でちょっとだけ左に向いてるよ、ね、うん、ああ、じゃあ髪と耳は後ろ姿なのでトレースできるところはほとんどないですね。これ全部想像、ね、はい、じゃあ後ろはこれでできました。おお、できました。で、1と6の間を、まあ横顔ですね、次描くとしたら。6枚の中でどのフレームになりますか？まあ、次の絵でもう横顔にしちゃっていいんで。書いていきましょうか。書きましょう。さあ、これが横顔。まあ、体はね、だいたい中割りで持っていけるんで。じゃあ今回は頭からで、あたりはそんなに変わらないですね。だいたいがまん丸い頭なんで、うん。じゃあ後ろ向きから横顔になって、なんか後頭部少し出っ張るようになりますか？もうまあそんなには基本頭があって、で、あの下の方がね、うん、あのほっぺたとか頭とか膨らんでて、うん、そんな感じのキャラにしてるんで、うん、でこれもトレースできるところあまりないから、左耳は それも想像で描きますね。その奥にあるけど、奥の耳はどうやって描くんだ、うん、まあ、まず手前に紙を持ってきて、この前のディスコードアドバイス動画でこういうのを書きましたね。その猫耳があって、うん、ちょうど横側より少し角度をつけた方がちゃんと両方耳が見えるようになりますね。まあ、奥行きをつけるってことで、うん、で尻尾またフリーハンドで。でも1と6同時に見ているので、うん、ちゃんと真ん中辺に書けますね。マイトテーブル機能は便利。そうですね。で、英語はこんな感じでできました。あとは2番から6番に、まあ1枚でいいですかね、この場合。さあ、これが難しいところ。ただの中割りじゃ面白くないこともあるけど、やっぱり最後に収まるから、うんうん、最後の方の絵に寄せた方が収まり感があるんで。あ、そうですね。まあ爪から言ったら3分の1ですかね。うんうんうん。じゃあちょうど真ん中じゃなくて、うん、最後の絵に少し寄せます。では左耳は真ん中辺っていうか右の方に寄せて、お、向きが変わりました。髪を描いてる時にその6番と2番の束比較して真ん中辺に書いてますか？いやー、この場合は全体的なボリュームを重視して、そんなに中割りを考えてるわけじゃないんですよね。うん、
で左目がフレーム6の方に寄ってます、ね、で右目が見えるようになります。こういうアニメーションを描くときに結構想像からタップ割りっていうより中割りっていうよりなんか想像から描いてますのでそのボリュームを守ることが一番大事っていうのかな。そうですね、動いてると細かい中割りはそんなに目立たないんですけどボリュームが変わると、ね、分かりやすいんで。おお、そして頭がほっぺのところがつながない、顎から。あ、ここはね、あのロボットじゃないからつないじゃうとね、くどくなっちゃうんでなんとなく実はこの豚さんがずっとロボットだったっていうエピソードが出てきそう。まあこんな感じですかね。おお、いいですね、うん、まあ素材のラフはここまでで揃いましたね。はい、じゃあ動きを確認しますか。はい、じゃあタイムライン開いていきます。はい、いいですね。ちゃんと5を削除しないといけないですね。そうですね、あ、できました。もっと早く振り向いてもらおうか。そうですね、じゃあフレームレートが結構、はい、15とかやってみますか。15で、はい、じゃあもう一度見てみましょうか。はい、あ、お、いいですね、スタンプっぽい、うん、アニメーションが出来上がりました。まあ、あとは清書して色塗ってってところですよね。わかりました、じゃあ私がやりますか。あ、じゃあお願いしちゃおうかなさん、ありがとうございました。はい、どうも。皆さん、他の動画いっぱいありますので、ぜひそれも見てください。あとはチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。発車でーす。